皆さんこんにちは。今回はワンピース海賊無双4について話していきます。このゲームは9月に追加ダウンロードコンテンツの配信で、ギアフィクスの特殊技を使用できる、鬼ヶ島決戦ルフと他2体のプレイアブルキャラクターが登場することが決定しており、8月30日に公式 X で公開されたギアフィクスの映像では、ワンピースフィルムレッドで、シャンクスとの同時攻撃でトットムジカを倒した時の、攻撃が再現され、再びワンピース海賊無双4が注目されています。ただ1ヶ月後はもうキャラクターパック第4弾の、鬼ヶ島最終決戦パックが配信され新たに3体使えるようになっていると思うので、そろそろ他2体のプレイアブルキャラクターが誰なのか、公式から新しい情報が欲しいところですね。ここまで追加ダウンロードコンテンツについてお話ししてきましたが、追加ダウンロードコンテンツが配信されてもとある問題があります。それは、海賊無双4はやり込み要素が少なく、プレイアブルキャラクターが追加されても、新しいエピソードが追加されるわけではないので、特にやることがなく、飽きてしまうことです。ということで今回は、ストーリークリア後のやり込みについて考えていきます。ちなみに今回紹介するものをすべて実行したりクリアしたりしても、得られるものは達成感だけです。まずはドラマティックログですべてのチャプター総合評価を S にします。まあ普通にプレイするだけで総合評価 S を取るのが簡単なところもあるので、これは比較的短時間で達成できると思います。次は、トレジャーログのすべてのエピソードランクで総合評価 S を取ります。そして次にすべてのキャラクターの海図取得率を 100% にします。ここまでのことをすべて行えば、ドラマティックログやトレジャーログの達成率だけでなく、キャラリー達成率も 100% になっていると思います。もしも、指定のトレジャーログで、一定確率でドロップするレア銀貨を入手できてない場合は、指定のトレジャーログを周回します。次にシステムからオプションを開き、難易度を超難しいに設定してフリーログの、全ステージを全キャラで総合評価 S を狙います。ちなみに難易度超難しいはドラマティックログの最終ステージクリア後に解放される難易度で、ドラマティックログとフリーログの難易度が超難しくなります。この難易度は敵の攻撃力が非常に高く、敵の攻撃を受けるとすぐに瀕死になりやすいので、本気バースト中に体力が回復するスキル、不屈の闘争心をセットすることをお勧めします。もしくは不屈の闘争心を外して、体力の減少に応じて攻撃力が上昇する調子改正の力と、体力の減少に応じて防御力が上昇する調子改正の体をセットするのも良いと思います。次に真の海賊無双のタイムアタックです。真の海賊無双はトレジャーログの新世界級エピソードランクの中にあるステージで、大化七部会や海軍大将、四皇、革命軍など多くの強敵がいるステージのため、このゲームで一番難しいステージと言われることもあります。タイムアタックでは先ほど紹介したスキル、調子改正の力は必須で、タイムアタックに挑戦するときはまず敵の攻撃をわざと受けて体力を減らすところから始まります。おすすめのキャラクターはカタクリで、攻撃するときは本気バーストの無双ドーナツ状態で、まず通常攻撃5回とチャージ攻撃1回で発動できる鏡餅を生成した後、無双ドーナツの状態でそのまま鏡餅を殴りまくって攻撃する手法がおすすめです。おそらく現状、真の海賊無双を最速でクリアできるのはカタクリだと思いますが、他のおすすめキャラクターがいればコメントで教えてください。ちなみにタイムアタックは撃破数が少なくなるので、クリアタイムが S でも、総合評価は低くなります。最後に紹介するのは、最強による試練のタイムアタックです。最強による試練はトレジャーログの新世界級エピソードランクの中にあるステージで、味方の麦わらの一味とともに、敵の白ひげ海賊団から10分間一つの区画を守りきれば勝ちというステージです。防衛区画にはジョズやビスタたちが進行してきますが、時間が残り数分になるまで、白ひげはマップの端で一歩も動かないので総合評価 S でのクリア自体は簡単です。しかしタイムアタックを目指すとなると難易度は上がります。
10分間区画を守ればクリアなのに、なんでタイムアタックができるのか疑問に思う人もいるかもしれません。というのも、実はマップの端にいる白ひげを倒せばその時点で終了となります。しかし最強による試練の白ひげは真の海賊無双の白ひげと異なり、原作に匹敵する体力を持っているので倒すのが難しいです。また白ひげはマップの端にいるため、防衛区画を離れてまずマップの端まで移動する必要があり、白ひげと戦っている最中に、防衛区画が陥落することもあるので、個人的には真の海賊無双のタイムアタックより難しいと感じました。そして真の海賊無双のマップはマリンフォードで固定されていますが、最強による試練ではマップがランダムとなるので、最初に白ひげがいる場所まで向かう方法がマップによって違います。今海賊無双4を持っている人は、ぜひ最強による試練のタイムアタックに挑戦して、結果をコメント欄で教えてください。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。解説などはつけていませんが、最後に最強による試練のプレイ動画を流します。白ひげを倒した後の、白ひげのセリフに注目してください。ご覧のりあい。ほっ。別格の包丁さ。よし、俺も頑張るぞ。ほっ。ほっ。白ひげのじじい、てめえがガキどもを甘やかすからつけやがるんだ。邪魔だな、おい。俺だけ逃げてきちまった。
な、許してくれ。あんなやつに勝てるわけねえ。押しちゃいられねえ。叫びじゃねえぞ。もみなかった。よう、これはひどいにてめえが弱えし。いいじゃねえか、その勢いで蹴散らしちまえ。おらせ、強くねえぞ。こいつは一位、俺の体、俺の体。えっと、また生きちまった。